はい、伊賀です。はい、インスタ360 X3、まあがね、買いました、ね、で、まあこのね、ケージとかはもう紹介しておりますけども、まあそれ以外でね、いろいろ買って、アクセサリー類ですね、とりあえず今現時点でね、少しご紹介と、まあ、注意点とかね、参考になればということでお送りさせていただきます。で、まあこういう製品買うとやっぱりフィルムとか傷防止とかね、いうところで欲しいということで、まずはじめにね、この後ろの背面のガラスフィルムとこのねレンズカバー買いました。で、これでね、これはまあね、問題ないかなということで、反応もそんなに悪くなくてね、まあ保護にできてるなということで悩んだんですよね。あのペット系のやつとガラスと、まあやっぱガラスがいいかなということでガラスにしました。はい。で、このレンズのねカバーですけども、これまあいろいろね、難儀なことがありました。で、最終的にとりあえずつけることにしました。まあ傷防止のためにね。で、このキャップをするとやっぱりね画質が落ちます画質が落ちます。これはもう仕方ないですね。はい、材質上ね、ガラスではないので、ただバンとこうね、衝撃には耐えられるかなということで、ポリカーボネートかな、ガラスのやつもあるみたいですけどね、またそれは検討したいと思います。で、これをつけるとですね、スティッチって言って、こう左と右とね合わすところの処理っていうのがなかなかちょっとうまくいかずに、いうのがあるんですけども、まあ一応ねそれ用のモードで撮ってもやっぱ若干ちょっと出てきたりするんで、で PC とかだったらそれの微調整ね、することができるので、まあうち使う分ではまあいいかということで今つけております。ただしこれね、このリングの周りに粘着テープがあります。これが厄介で、でこれがついててかっちりつくんで、で防水性能があるかっつったら、ね、どん見てたらね水入ってきたとかいろいろあって、でよくよく考えてね、どうしたか粘着テープ取りました。なくしてもいいかということで、結構ねしっかりつきます。しっかりつきます。で水が入ったりとかしたらまたね、いわゆるギターのピックみたいなピッとあってすぐ取れるので、そういう形で多分ね、これなんか曇ったりとかした時に拭くのとかね考えたら、もう脱着できるようにしといた方がいいかなということで、これ使ってる方はもう粘着テープ外して割り切ってね使うっていうのも一つかなとは思いますね。はい、これね、はい。で、このねケージ以外にもこういうシリコンのねゴムのカバーも買いました。はい。で、それもつけたんですけど、ちょっとあんまりね、ちょっとどうかなっていうのがあったので、で、それのレンズのやつもね、買ったんですけど、結局ケージつけた時に使えないので、実質これはもう買ったけど、まあ、使ってないなというのが、ちょっとね、また裸で使いたい時はちょっとね、衣装として使ってみようかなということで、これはまあ多分使わないでしょうね。はい。それと見た通りね、スキンシール。スキンシールも買いました。これはね一応こういうねやつで、なんかこう柄、アニメっぽい柄とこの赤のねやつとで、赤もね2種類あったんですね。でもこっちのアルミのアルマイト仕上げっていうの、こうねアルミっぽく、まあ、結構ね表面いい質感になってます。でこことかね貼り直しは、ね、できないはずなんだけど、まあ一応何回かしました。でちょっと剥がれてきたりとかもねあったりとかで、こいつがね粘着あるとひっつくの、このシートのとこなので、今度剥がすとき大変でした。はい、ちょっとなんか表面ね、はい、なってますけど、だからもう今粘着でもないから問題なしね。はい、このスキンシールね、自分の好きな感じでできる。すごい質感いいですよ、アルミのね、なんかこういう感じで、はい、良かったと思います。はい、それでね、次に購入したのがロッドは一応ね持ってるんですけども、70センチのね、でカーボンの軽いやつ欲しいなっていうことで、これね36センチぐらいから 1.5 メートルまでね、伸びます。はい、で軽い 120g、 ものすごく軽いです。でこれでこうつけてねやっても、まあ全く問題ないね感じがします。で、このロッドに関してはやっぱりねカーボンで仕方ないんですけど、ここがねもうピッと伸びない、いわゆるカメラの一脚みたいにね、ちょっとでシュッといかない、これ全部外さないといけない、でこれが難儀ね。
でこれが2段階のロッドになってまして、これね、ここ2つのロッドカーボンね。でこれでやっていくと、その回しきらないといけないので、ちょっと何かなというのがあります。まあでもね、支えるものがそんなに多くないので、こうね、でこれでこう構えて後ろ取りとかね、入れていきます。で既存のインサー360の公式のやつもこうつないで、こう延長することができまして、あんまり使わない方がいいと思いますね。耐荷重とかいろいろあるので。でこれでまた締めていかないといけないというね。当然ここがちょっと難儀やね、このやつは。はい、で一応専用のケースね、なんかダッサい茶色茶色ダッセーとか思いながら、で下にね延長できるの4分の1で、ね、はい、これがあります。これロットね、これそんなに高くなかったです。安かった、カーボン安いね。はい、それと、この三脚の足ね、これは買ったんですけど、これはね全く安定しないです。どうだろう、標準のやつやってもまあ短くすればまあまあいいんですけど、長くしたらやっぱりこうね、これはちょっと、はい、まだこれはね19センチぐらいのやつ、でかいやつをね、またちょっと注文しました。してるちょっとテムっていうねところでちょっと注文してみようかなという感じがしております。はい、最後に、最後になるのかな、はい、このね、はい、これはちょっとアマゾンでいろいろ届かない届くっていうのがあったんですけどね。はい、一応公式のね、オーディオマイクのマイクのね、アダプター、これね、このペラペラをペット取って、でこれをね差し込むという、防水ではないんで注意がね必要です。はい、ね、ピッと。でこれは取れやすいので、例えばこう車載とかバイクとかつけてやると外れますね。外れやすいです、はい、公式にも当たっております。で USB もね給電してマイクを出す。じゃあこれでね、例のグランジさんだっけ、のマイクが使えるかなということで、マイクもね一応1,2,なんだっけ4箇所ぐらいついてんだっけ、なんかそんなこと、 これかこれスピーカーで、なんか4箇所ぐらいあるんだよね、なんか 1,2,3 しか分からないどうなんでしょう、はい、ね、いうことなんですけども、まあ、やっぱりね、伸ばした時に声こっちからの方がいいかなというのであって、マイク端子、はい、今のところこんだけですね、またぼつぼついろいろ増えていくんじゃないかなという感じがしますけど、はい、どうでしょうね、はい。でまあ、常時使うっていうか常時こう、ね、使ってる中で出るのはこのケージとこのカバーとキャップね、レンズフィルターなのかなと思いますけど、よいしょ、これね、はい、雨の日多分使わへんと思うからね、このサウンドのやつも使おうかな、うん、下にこうね USB の端子があるっていうのにね、でロッドでタイプ C の給電ね、これでできるね、はい。まあ、あとこれはケージのね付属のあれなんで、これはちょっとねきついですけど、サウンドのあれしなければこれもねカバーできます、ね、うん、まあ、やっと落ち着いたかな、こういうキャップ使おうと。ただちょっと映り込みとかね、ホコリ入ったらホコリもろに映りますからね、ぼやけボケた感じ、手前ね前ボケからね、これちょっと扱い難しいね、あのレンズね、キャップレンズカバー、はい、そんな気がしますけど、はい、ということでね、インスタ 360X3 のアクセサリーね、今日現在の、買ったやつということです。はい、どれも使えそうなので、ね、またちょっとこういうの活用して、動画をね上げていきたいと思います。以上です。あ、そうそう、補足ね、このちっちゃい三脚はこういうね本体につけて使う分やったら十分使えますからね。